ください。皆さんこんにちは。今日も始まりましたマグマコマチャンネル、どうもマグマコマズです。今日はなんとこの格好見てください。あの大人気企画、そう対決シリーズです。そして今日はなんとこちら、淀川の河川敷に来ております。今日もね、とあるアスリート、まあ、インフルエンサーでありながら YouTube チャンネルもやられているとあるアスリートの方から挑戦いただきまして、またスーツをかけて戦うことになりました。まあ今日はなんか勝ちそうな、勝ってこの企画が全部全て終了して僕の YouTube チャンネルも終わるっていうね、いよいよ終わらせる時が来たなっていう。早速呼んでみましょうか。じゃあそうですね、早速呼ばせてもらっていいでしょうか。はい、でくです。今日はなんとインスタグラマーでありながらハヤテングチャンネル、はい、を YouTube でもやられてるスケーターのハヤテさんに来てもらいました。はじめまして、ハヤテです。若い、お若いんですよ。なんとまあ見ていただいたら分かるんですけど、かなりお若いです。どっちでしたっけ。19です。19歳。マグマ小松は30、今年7歳。何年生まれですか。2001年。2001年、2000年入ってる。日韓ワールドカップの1年前です。やば。日韓ワールドカップ見てない。見てないっすね。うわ、多分食べてるもんとかも違うと思いますよ。多分今までの相手で一番若いね。そうっすね、今までの相手で一番若いですね。どうっすか、父さんは。いや、まあ勝つでしょうね、今日は。自信ありますよ。今日は自信あるっす。今日は自信あるっす。いや、毎回言ってるっす。今日は自信あるっす。でもまあ、今日は何の対決。今日はですね、まああのこれ なんて言うんですか、こう乗ってこうプッシュ、プッシュっていうね、まあ、どんだけスピードが出るか僕はあんまりちっちゃい時しかやったことないんですけど、それとマグマコマツのダッシュ力、まあ、果たしてどっちが速いんだっていうね、対決ですね。プッシュってこう足で血を押してるわけですよね。そうですよね。片足は要は走ってるようなもんなんで。そうですよね。ピッチとか入ってないですよね。入ってないですね。ほら人力っす。人力で走るから、いくら速いでもさすがに走りには勝てへんでしょ。ちなみに颯は今まで走ってる人と対決したことは。あ、ないですね。ちなみにこのプッシュではスケーター業界の中では颯君が速い方ですか。多分おそらく、はい、な業界一のプッシュ。プッシュはちょっと悪いですね。プッシャーはちょっとプッシャーだね。颯は自信ある。あります。おあ、もちろん僕が勝ったらマグマ小松マスクで一日過ごしてもらう。ハヤテングチャンネルを一日だけ出ようかな。ハヤテングチャンネルは何やってるんですか。わざわざな、何のチャンネルなんですか。パークの紹介とか、はい、一日のライフスタイルの紹介とか。オックスフォードを滑るとかでいいんですか。そうっすね、俺が滑ってるみたいになります。それはいつ。それはいつですか。ありがとうございます。負けたらやっぱりお若い方にもやっぱりね、きちっとスーツを着こなしていただきたい。まあスケートができるストレッチの効いた素材とか、まあこうね、若いんでやっぱパッと目立つような柄にしたいなと思いますけど、まあ今な負けたことも考えてるんですけど。思いますね。なんか配る前提になって、配る前提になってるスーツ配りおじさんみたいになってるんで。今日は勝たせてもらいますよ。勝ちましょうね、ちゃんと。はい、じゃあ早速行きましょうか。行きましょうか。お願いします。お願いします。作戦ありますか。作戦あるよ、はい、そう、もちろん。多分初速は多分ダッシュの方が速いんで、はい、最初にもうどんだけの差をつけれるかが多分大事だと思うんで、今日はちょっとシザース、得意のシザースは出せないです。あ、はい、でもし抜かれそうだったらもう、あ、タックルです。それ大丈夫ですか。はい、やってもタックルダメ。あ、まあいいと思います。いいんですか。はい。まあでも多分ね、そのままスピードで駆け抜けていったらおそらくいけるような気がします。なので作戦はないです。はい、スタートダッシュを速くする、これでいきます。はい、はじくん、どうですか。実際マグマ小松さん自信ありげですけど。そうっすね、なんか多分走る方って最初がめっちゃ速いと思うんですよ、スタートダッシュが、
でもスケボってこう止まった状態からやとなかなかスピードつかないんで、うん、後半どんだけ伸ばせるかって後半で追い上げて、はい、刺す感じでね。じゃあ買ってスーツもらおうか。はい、いくらぐらいだと思う？スーツちなみに。全然わからんすよ。これ小松さんの会社の請求書のマックス600万ぐらいのやつ見たことあるまあでも2着ぐらいやったかな、スーツだから1個多分下手し300ぐらいいける。いやすごいじゃないですか。だからそこはもう買ったら、まあ、一応マックス300ぐらいを。マジっすか。まあ、おねだりしてちょっとやる気出てきたわやる気出てきた。やる気出てきたっす。必ず買ってそれぐらいのスーツをやるっす。もらいましょう。はい、絶対買ってください。頑張ります。泣いても笑っても怖い一発勝負です。ハリ君、猛獣みたいな人が後ろにいますけど大丈夫ですか？怖いっす、マジで。やばい、もうあんな人が後ろから走ってくる思ったらもう僕やったらね逃げますね脱線して。お二方準備はよろしいですか？はい、それでは行きますよ。位置についてよーいドン。いやー迫ってんけどな負けましたね。迫ってんけどな迫ってんけど勝ったね。いやーよかった。あの恐怖心に耐えたハヤテを称えたいいけそうでしたね。でもちょっと追い上げてましたね。追い上げてた。離されるというよりも結構、うん、追い上げてたね。追い上げてたからもしかしたらもうちょっと距離あったら追いつかれてたかも。マジで原付じゃないですか。もうそうなってきたら。小松さん新しいあだ名できましたね。原付おじさん。原付おじさん。原付おじさん。原付ないですか。原付は積んでない。これはもう結果なんで。いやーマジやばいわ。来ました。あと5歳若かったら勝ってたっすね。2001年に生まれてる人と対決しますからね。そうっすよ。これからピークになっていく人と落ちていってる人のねこの戦いですからね。いやでもいいもん見れましたね。非常に見応えがありました今回は。どうなんですか今、正直こう負けて悔しいのか負けてホッとしてるのか。まあチャンネルが終わってしまう可能性もあったんでね、うん、ドアのホッとしてますまあでも最終的にはやっぱり誰と戦いたいかって目標を定めてねやっていきたいなと思って、うん、まあ、最後は誰を楽しみに行きたいですか最後は。武井壮さん。武井壮さん。じゃあマグマ小松の戦いまだまだ続くってことですね。まだまだ続きますね。なるほど、はい、負けちゃったんで対決も最初に言ってたと思うスーツをプレゼントさせてもらいます。ありがとうございます。おめでとうございます。よかったマジで。いい戦いでしたね。天気も良くて。天気も良くてめちゃ怪しいですけど、はい、あでよかったね。300万の。そうですね。300万。なんかあんまスーツの金額とか知らなかったみたいで、一番高くてどれぐらいですかって言って300万ぐらいじゃ。怒られるっすね。銀行に。銀行に。元税理士。何ですかこれって怒られるっすか。まあそれはちょっとは初めてのお買い物なんでねスーツの。あそうです、ね。そういうところのレクチャー含めて。オッケーです。はい。わかりました。お願いします。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。さよなら。